今回はね、Nova Lite 3の動画撮影時の手ブレ補正について見ていきたいと思います。Nova Lite 3はですね、手ブレ補正がないということでね、非常に安くてね、人気のある端末なんですけれども、一つのね、残念ポイントとして、そのね、手ブレ補正がないっていうことがあります。手ブレ補正がありませんので、当然ね、歩きながら撮影すると、かなりね、ブレる映像になってしまいます。で、今回はですね、Xiaomi のね、Redmi Note 6っていう、2万円でね、購入できる端末があるんですけれども、そちらはね、手ブレ補正が、機能がついているんですけれども、それとね、ちょっと比較をしてみたいと思います。はい、こちらがね、Nova Lite 3になります。もう明らかにね、歩きながら撮影すると手ぶれがね、もろに出ているようなね、感じになっています。さすがにね、歩きながら使うっていうのはね、厳しいかなっていうようなね、状況です。はい、こちらはね、Redmi Note 6 Pro の映像になります。さすがにね、こちらは逆に手ブレ補正がすごい効いてるっていう感じです。本当にこう、なんかドローン撮影したようなね、安定した感じでね、撮影ができています。ただね、やはり画角はね、狭くなっていますね。はい、見ていただいた通りね、手ブレ補正のあるなしがね、はっきり出た結果になったと思います。Xiaomi のね、Redmi Note 6 Pro はですね、私は2万円でね、購入しましたけれども、今の現在だったら多分1万円台でね、2万円切って買える端末じゃないかなというふうに思います。同価格帯のね、端末になりますので、ちょっとね、Nova Lite シリーズって言いますかね、Nova Lite 2も手ブレ補正なかったと思うんですけども、Nova Lite のね、シリーズもそろそろ手ブレ補正をね、入れてもらった方がいいかなというふうにね、思います。はい、今回はね、ファーウェイのNova Lite 3のね、手ブレ補正をね、確認してみた動画でした。